うした？寝ないと明日起きられないぞ。うん。何？うん。寝てていいよ。ごめん。ごめんなさい。ああ、はい。ごめん。階段気ぃつけろよ。うん。カンチ。ん？なんで昨夜。何が？あんな強く抱くからさ。ここんとこ痛いよ。ああ。なんかあった？さとみちゃんとか行った時。え？そっか、あったんだ。何にもないよ。長尾さん、長尾さん、関口さとみさんを泣かせたって噂本当なんですか？俺が泣かせたわけじゃないって。でも彼女が泣いたことは認めますね。三上さんとの別れで悲しみに暮れる関口さんをしっかと抱き寄せたという情報が入ってるんですけど、どうなんでしょう？嘘です。でも抱きましたね。抱いてません。でも抱きつかれましたよね。それはどんな風に？どんな風にって、何想像してんだよ。以上、現場から赤野理香がお伝えしました。スタジオにお返しします。スタジオさん、はい、長尾です。松下、お久しぶり。うん。マリコが？誰と？あ、そっかそっか。うん、分かった。いいよ。じゃあまた連絡する。うん。おい。何？ああ、高校の同級生がさ、こっちで結婚すんな。お前名前が漢字だから二次会の漢字やれだってさ、くだらないって言ってるんだ。リカ、うん、本当関口とは何でもないから。知ってるよ。
きなんだよ。好きでもたまには嫌いなふりするとかさ。好きになれば好きになるほど男は安心して離れていっちゃうんだから。そんなのはさ、そうなっちゃったらそうなっちゃっててしょうがないよ。リカは妙なとこ真面目だからな。普通だよ。あ、ほら、リンゴの芯ってさ、かじるとまずいでしょ。恋愛も同じ。あんまり奥深く考えても辛いだけだって。でもさ、リンゴの芯って栄養あるんだよ。あんまり愛が重すぎると長く潰れちゃうよ。三月？ずいぶん早まったことするんだな。そんなことないわ。あなたに言うずっと前から式の日取りは決まってたのよ。招待状送るから彼女と花束持ってくる約束果たしてよね。残念ながらその約束果たせそうにないよ。別れたからあいつとさ。まあ別れたっていうより振られたってやつだな。実感ないんだよな。初めての経験だからさ。その割に落ち込んだ様子もないじゃない。似合わねえからな。見てみたい気もする。結婚式には見れるんじゃないですかね。長崎直子さんに振られた俺がやめちまえ結婚。あなたには関係ないでしょうか。なあ、だったらこういうのはどうだ。俺が里美に振られたのは君のせいだ。男と別れた時ぐらいはさ。あ、ごめん。いいのいいの。里美って結構回復力早いんだね。恋は盲目ってよく言ったもんね。終わった途端いろんなものがはっきり見えてきちゃった。おっとな。心配かけたみんなに言って回ろうと思って。関口里美は社会復帰しましたって。もう彼のことは忘れた？忘れる。あの恵比寿駅のさ、明治通り沿い側にアルジャーノンって店あんだろ。うん。ただいま。ああ、そうそうそう。うん、一番でいいんじゃないかな。うん。あ、八時半な。うん。それじゃあ、はい。結婚式の？え、うん。電話するたびにさ、なんか久しぶりだなとか言って昔話になっちゃってさ、全然進まない。指が震えてる。何かけないの？ん？関口には式場で直接言う。その方がもっと怪しい。言ってろよ。あ、そう、三上がさ、駅前に引っ越してきたの知ってる？あのパン屋の角曲がったとこにあるアパート。もしもし、里美ちゃん、リカです。お前何買ってんの？カンチがさ、里美ちゃんとどうしても話したいって言うから。里美ちゃんの涙見てね、惚れ直しちゃったんだって感じよ。あ、関口、今の全然デタラメ。明日晴れだって。もう怖い。何怒ってんの？当たり前だろ、里美ちゃんのことだから。お前な、あいつがどんな思いして三上と別れたか分かってるよ。分かってるよ、そんなこと。だってカンチのそういうところ好きなんだもん。好きだよカンチ。余計な心配すんなって言ってるだろ。
あ、俺遅くなったらさ、先に行ったら。うん。寝ないのか。じゃあさ、これこっから読んで。ちょっと貸して。あ、20そう。ラグビー見に行くはずだったのにな。緑が昨日の残業サボるからでしょ。うん、リコだっつ。せっかくの休みぐらい長尾くんと。今日ね、カンチ同級生の結婚式。え、いいなぁ。ね、営業暇なのかね。移動願い出そうかな。よーし、出してみろ。ガンガン絞ってやるから。来るか。はい。赤な。はい。今夜ちょっといいかな。で、その後どうだい。ん？いや、長尾が他の女とどうこうって。あ、心配ですか。いやいや、そのなんだ、赤菜には幸せになってもらわなくちゃ。和賀さんに幸せにしてもらいたかった。冗談です、すぐ本気にするんだから。上司をからかうんじゃないよ。上司そういう時だけ上司になるんですね。まあ、何かあったら俺に話せよ。慰めてくださるんですか。もちろんだよ。はーい。あ、あれ、あ、こういう話だったんですか。いやいや、お前海外勤務の希望出してたよな。ずいぶん前ですけど。うん、今度ロサンゼルスにうちの支社ができる話を聞いてるだろう。はい。で、社内で何人かリストアップしてるんだよ。語学に長けて仕事ができるもの。で、まあ俺としてはお前を推薦しようと思ってるんだ。あ、でも私。いやいや、今すぐ返事をしなくてもいいんだ。そういう話があるということだけ心に留めておいてくれ。はい。お前にも事情があるだろうが、まあ、長尾とセットで生かすってわけにもいかんしな。それではただいまより新郎新婦お色直しへ行っちゃうのだ。拍手。はい、やっと一人くちゃべってて。ところでさ、関口、いや、これは風の噂で聞いたんだけど、お前、三上と付き合ってるって本当？どうなのよ、里美ちゃん。あ、何？俺今度保険入ろうと思ってんだけど。え、どうあのパンパンフレットある？ああ、あるとも、あるとも。お前いつも持ってるよ。お前ちょっと今持ってくるからな。あれあれあれ、お前ら目と目で会話してなかったか。そう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 、相変わらず鋭いね。どうなんやそこんとこ、お二人さん。別にな。あ、長尾、そういやお前さ、高校の時ずいぶん関口と仲良かったよな。そうそうそう、こいつさ、体育祭の時怪我した時にさ、関口に伴奏があってもらってさ、まあ1週間ずっと張り付けてたんだよな。そうそうそう、な。はい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 、ちょっとみんな聞いて。はい、二次会縁竹縄ではございますが、あ、ただいまより、長尾と関口、ヒューヒュー熱いでパーティーへと移らせていただきます。さっきみんなが、使った、丸バットのプレート、あれもう一回出して。はい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 、よし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 、ちょっと出して。お前らいい加減しろよ。お、こいつ関口を変わってるな。違う、男らしいじゃん。違うっつってるだろ。さあ、すっかり引いたとこですがね。じゃあ、こいつの俺ができてるってことだよね。
まあその辺座ってて。うん、重く苦しい荷物が減ってせいせいしたよ。うそ。また元に戻っただけさ。でそっちはどうなんだよ。うまくいってんのか。どうかしたの。いいの、私が好きだから。それがよくないんだよ。え、たまには弾けよ。押してばかりじゃ男は疲れんだぞ。みたいね。また里美のこととかであいつからかったりしてんだろ。うん、たくよ。だからほら、愛があっても愛し方が間違ってるとさ。と経験者は語る。じゃあ何、間違ってる愛し方ってどういうの。いやだからさ、人が人を好きになるのにさ、間違ってるとか正しいとかそんなの。いやそんなのはないよ。いやそんなのはないけど、お前の愛情って重いからさ。分かってるけどさ、しょうがないじゃん。そんな風にしかできないんだもん。不器用すぎるからな。器用すぎて失敗した人もいるし。私だって思ってるよ、もっと上手に人好きになれたらなって。それでは皆さん、大変長らくお待たせいたしました。ブリッジゲームだ。お手元の方にあのブリッジちゃんと渡ってる。じゃあ私お前、関口と。バカ、こんなことできねえよ。いいじゃない、長尾君。面白そう。面白そう。ほら、お前、関口のが積極的じゃないか、お前。じゃあ、俺が関口とやるか。え、まあ、いい。はい、長尾君。関口、酔ってる。え、うん、私、長尾君のこと。アイルビー、イエーイ。長尾君。はいはい、そこ失格。うん、悪い。今日おかしい。そんなことないよ。いや、やたら明るいし、なんかそんな飲んでないよな。あ、ひどい。私が明るかったらおかしいんですか、長尾君。いや、そういうわけじゃないけどさ。でも行こう。うん、うん、リカさんも一緒に。え、え、あ、そうそうそう、あ、リカも一緒に。リカさんも一緒じゃなくっちゃ。ロスか。じゃないや、長尾です。あ、
神様どうしましょう。服が汚れちゃうわ。こうね。地震があったら一番バーって揺れて収まってから。何かありました。わかりますわかります。そうですよね。あ、じゃあ今度絶対伺います。はい。はい。おやすみなさい。喋りすぎて喉乾いちゃったよ。今日さ、関口に会ったよ。で、今度一緒にお前と。ねえ、幹事の母さんってさ、面白い人だね。私好きだな。今なんつった？幹事の母さんって面白い人だね。俺のおふくろと話してたのかよ。お母さんにね、幹事の好きなものいっぱい聞いちゃったから、今度作ってあげね。作ってあげるねって、お前何考えてんだよ。何怒ってんの？何？あ、ねえ、結婚式どうやった？わあ、豪華。もう電話出るなよ。なんで？なんでって今みたい親だったり会社からだったりしたら困るんだろ。別に喧嘩してないよ。あのね、うちの親なんてさ、田舎者なんだよ。だからお前が俺ん家で今みたい電話出たり、うちに住んでますなんて言ったらすぐ結婚しちゃうんじゃないかって思っちゃうんだよ。結婚？そう。考えたこともなかった。そんなこと。俺もだよ。うん。って分かってんのか？だってさ、私今までいつも電話出たりしてたけど、カンチそんな怒ったことなかったじゃん。それはさ、結婚式でなんか嫌なことあった？あ、さとみちゃんな、なんとかって今言ってたよね。何？何？気になる。もういいよ。言い過ぎたごめん。長崎出てないのか。知らないよ。君の子は富山の実家と医学部の同級生関係で、大体50人くらいだったよな。はい。あなたの方も早くご招待する方のリストを揃えさせてくださいね。医師会やら大医師の方は席順にこだわりますから。ああ、分かってる分かってる。直子さん、ドレスの方は来週までに出来上がりますからね。はい。一日も早く見たいですね、直子さんのウェディングドレス姿。それから新婚旅行の方はジムの監督によく行ってあるから。あ、カバン貸してくれないかな。思ったより荷物多くてさ。短い間だったんだけど、結構荷物増えてんだよな。お前帰ってくる前に行こうかと思ってたんだけどさ。部屋決まった？あ、住所メモっとこうか。長尾町近くなんだよ。そんなもんいらねえよな。あ、手伝おうか。おい、それじゃ無理やり追い出すみたいじゃないかよ。だって追い出すんだもん。え？塩だって撒いちゃうかもよ。やっと昔の里見に戻ってくれたな。ん？俺はお前のそんな笑顔が好きだったんだよ。付き合ってる時は見れなかったからな。よし、これで全部かな。あれ、じゃあな、関口。忘れ物。外寒かったから。
悪いことばっかりじゃなかった。ありがとう。笑ってたか。うん、笑ってた。昔の関口みたいだったろ。ああ、昔の関口みたいだった。洗いざらしの白い T シャツみたいにさ、なんかドキッとさせられた。やっぱお前みたいな派手なのと付き合ったのが間違いの元だったな。やっぱり俺が付き合うべきだったって。そうそう、バカ冗談で。お前昔から里美の気持ち悟るの得意だったからな。理香が初めてだろ。あ、何考えてるか分かんなくてこう振り回されちゃうなんてよ。まあだから好きになったんだろうけどな。あのさ、はい、春キャンのあのサンプルどうなってる。さんが柴原まで取りに行ってますから、そろそろ届くと思いますよ。あ、そう、あとおかげはなかったね。リカ、夜どうした？今日中にやんなきゃいけない仕事あるんだ。そっか、ならいいや。何、そんな時間かかないと思う。いや、いいんだ、うん、じゃあ夜に電話する。うん、サンキュるんだってみたい。いいなあ。ね、行くんでしょ。まだ決まったわけじゃないさ。でも決まったら行くでしょ。そっか、ロスか。はい、あ、はい、お待ちください。もしもし、お電話変わりました、赤野です。あ、リカさん、関口です。あ、この間どうもありがとう。リカさんに相談乗ってもらって元気出た。そう、よかった。今日はね、あの時のお礼も兼ねて私がおごっちゃうから。え、そのことで電話したの？長尾君外回りみたいだから。リカさんに待ち合わせ6時って言ってたでしょ。申し訳ないんだけど父母会が長引いちゃって30分ぐらい遅れそうなの。聞いてるよね、今夜3人で会うって。あ、うん、ねえ、カーチは？ん？あれ、さっき外回りから帰ってたけど、いない。
って。ああいいよいいよ。え、リカさんは？あいつ仕事を抜けらんなくてさ。そう。残念。ミルクティーください。はい。もう上がらん、ちょうどよかった。たった今正式に決まったぞ。例のロサンゼルス支社の件な。近々お前に内示が出る。そんないい話なかっぺよ。なんなら代わりに俺が行くっぺか。え、難しいとこだよね。一旦行ったら3年は戻れないって言うし。ああ、なるほど。そんなに俺と別れるのが辛いか。んなわけないでしょ。長尾くんよ、長尾くん。長尾、あ、そう、長尾。あ、そういや、長尾どうしたんだ。長尾はなんか今日用事があるって言ってました。あ、そう、はい、なんだ。じゃあこっちでもありがとう。三上くん、どうしてる。顔じゃ笑ってるけど結構ショックでかかったみたいだな。そう。気にすんなよお前、ざまあ見ろって思えばいいんだよ。関口もさ、早く次の男見つけて見返してやれ。私はもうずっと一人ぼっちでいいの。もう人を好きになるのはゴリゴリ。何言ってんだよ。昨夜掃除したら出てきたの。こっちが長尾くんで、こっちが三上くんだよ。制服の、うん、卒業式に二人がくれた第二ボタン。ほら、私卒業式風邪ひいて出れなかったでしょ。そしたら長尾くんと三上くんがうちに来てくれてこれくれたの。あー、いやいやいや、これが関口の卒業証書だって。え、俺たちそんなこと言ったか。言ったよ。はあ、何考えてんだか。ねえ長子。うん。もう少し付き合ってくれる。あ、いいけど何。私の卒業式付き合って。関口、どうしたんだよ。もう持ってちゃいけないと思うの。私はもうあの頃の私じゃないから。え、三上君が好きになってくれた、長尾君が好きになってくれた私はもういないの。汚れちゃった。バカ言うなよ。関口汚れてなんかない。
俺にはあの頃のまま憧れの的だよ。長尾君、血とも汚れてなんかない。だから私が嫌だって言ったんだよね。私やっぱ帰ります。まあ遠慮しなくたっていいわよ。はい、飲んで飲んで。帰りたいって言ってんのが無理に引き止めることないだろ。カンチがそんな怖い顔するからでしょ。このお兄さんね、なんか機嫌悪いんだけどほっといて平気だから。やっぱ私帰ります。長尾さん、どうもお邪魔しました。ああ私も。ちょ、置いてかないでよ。 ほら、リカさ、転勤のことで長尾君と積もる話もあるだろうし。転勤？そうだよ、リカロサンゼルス行っちゃうんだよ。なんだそれ。ねえ、緑、じゃあね。ごめんね、うん、お邪魔しました。あ、じゃあね、行こうね。おやすみなさい。バイバイ。おかしいよ、カンチ。前はこんなことでそんなに怒ったりしなかった。自分勝手すぎるんだよ。違うよ、カンチの私を見る目が変わっちゃったんだよ。変わっちゃったんだよ。そうやってさ、いつもお前勝手に決めんだよ。そんなことよりロスの転勤ってなんだ。だいぶ前に海外勤務の希望を出したの。今になってさ。いつ？先週。俺一言も聞いてないぞ。話そうと思ったよ。話そうと思ったよ。だったらなんであいつら連れてきたりすんだ。一人で来るのが怖かったから。何が？今夜会ったらさよなら言わなきゃいけなくなるのかなって、そう思ったら怖かったんだよ。さよならって転勤引き受けるってことかよ。違うよ。だったらなんだ。パンチ、私に黙ってることない？
探したんだよ。でもカンチは里美ちゃんと二人きりで会いたかったんでしょ。私がいない方が楽しいって。私がいない方がって思ってたんでしょ。もう遅いの？ねえ答えてよ、カンチ。カンチ。答えてよ。関口。